川西はね、頭はそこそこいいですよ。あと、一日川越、変わらない50くらいあるね。人生半分夢で動いてる、素晴らしいと思う。大丈夫だ、慣れるよ。だって俺高校生の時バンドやってる時に歌手になると思ってさ、うちのばあちゃんも90とかよ、誤嚥性肺炎。それさ、もうさ、それ介護の年齢。いやでもね、わかんないよ。ある、誤嚥性肺炎ある。いやでも本当にね、なってくる、本当にやばい。なんかね、不意な動きで筋肉痛みだとする。
のね、美容大学生になったらみんなそうじゃん。そう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 、ね、美容学校でフルマックスで借りて全額補になった場合月に10万円支給される。でそれを2年間で280万円そう280万円ですよ。それを返していくなると僕があの一番ちゃんとしてるサイトで見た感じでは37歳まで大学生とかだともっと借りるじゃん。そうだ40ぐらいまであるんで。すごいあるわけじゃないから、ね、だってさつってさなんかさあなんかあ違う逆言われたらうちってお金持ちなのって言われたのだからえなんでっつったのそしたら他のうちは車が1台しかないのにうち2台あるじゃんって言われたのだからWe'll be right back.
そう。だけどそういうことやってると世界視野が広がらない、視野が広がらないとまずい立場になってるので、だから無理やり行く。まあ全然面白くないよ。だってさ、女の子も誰もいないようなさ、おっさんだけの飲み会とか行って何が楽しいんだよって僕思うけど、思うけど、そこでもしかしたら世界が広がってお店のために、そう、あ、もう全てはお店のことになるかどうかっていうのがベースになるんですよね、僕の場合。でもそこで他の経営者と知り合ったりとか、スタッフがいるところのスタッフ、社長さんとかで、まあ、スタッフ向けにこれでやってますみたいな、リスニーじゃんっていう情報が来たりとか、そういうことがプラスになる可能性があるので行く。社長の話とかすげえ面白かった。あのそれは飲み会じゃないけど、楽しいことしかしない。楽しいことばっかじゃないって思っちゃうもんね。そうなんだね。俺も楽しいことだけしてたいよ。でもさ、楽しいことだけして美味しいものばっか食ってたらまず出てくると思うんだよね。しますって。すいません、お願いします。やばい。すごい方法が来ました。